も、ショーボくんゲームです。ウィラプレイ2021動画ってコードで、今回は長年の時を経てついに完成した新型 FP アーノルドを練習やっていきたいと思います。選手の一番の長所をおとりにすることで、今回完成したね、新型アーノルドの強みがね、最大限活かせるんじゃないかなと。戦法その名もクロスおとりダブルタッチアーノルドということでね、今回スキル追加のアイテムでダブルタッチがね、アーノルドにつきました。パス能力が最大の強みではあるんですが、ドリブル能力にオフェンスエンスも高かったり、さらにですね、スピードと瞬発力にボディコントロールもね、兼ね備えてる選手なので、アーノルド使ってるのにクロス上げないっていう、絶対にクロス上げると思わせたところのね、ドリブル突破アーノルドになると思うので、絶対的にね、お相手は予想できないはず。新型ドリブラーアーノルド、早速試合のやっていきましょう。オンライン戦の方ね、初見ではダブルタッチアーノルド絶対に読めないと思うので、ミドルシュートにワンタッチパス、マッシュルコントロールとか本当に豊富なのでね、ガチで強いと思う。さあ行こう行こう。でここで絶対読めないはず、これがね、読めないはずなのよ。そしてこぼれかか、あー惜しい。今のです、今のがダブルタッチアーノルド。ここイエッサー、なー、ちょっとスライディングあったか。おおしゃー、よっしゃー、なるだー。うおー、しゃっ、よっしゃー、アーノルドー。これが我らのエース、新型アーノルド。しかしここは中に行く、中行こう。イエッサー、まあ1試合目ね、可能性を感じましたね。先制点はね、食らってしまったんですが、ここのダブルタッチアーノルドがね、やっぱりね、かなり効きましたね。ここ特にこのダブルタッチキャンセル、やっぱサイドからクロスを上げると思わせるね、サイドバックアーノルドの火力、まだまだいきましょう。さあ何かがね、掴めてきた。なんかすっごいね、1試合目のね、あの得点で可能性感じたよね、ダブルタッチのアーノルドを使う。ここでね、あえていく、いやあえて自分でいきます。これそう、こういうことがね、ミドルショットとかもできちゃいますからね、アーノルドって。くわー、アーノルド早い早い。そしてキックフィント、いける、よっしゃ、早い。そしてキックフィント、いける、よっしゃ。新たな形、ダブルタッチアーノルド、見えた見えたぜ、隙の糸が。痛い痛い。しかしここでフリーキック、狙う、これだんだん効いてきてるね。狙うか。アーノルドはキックできる。これを狙っちゃう。さあ、そしてフィニス。ダブルタッチでまた抜き。わ、ここはファールもらえないか。いいぞ、ただ。アーノルド。ダブルタッチアーノルドは強し。シュートもめっちゃうまいね。やっぱキック力あるから、結構決定力の部分を補えるっていうのはある。そしてここで上がれる。ここで上がれるとか。新エースアーノルドがね、見せてますね。ダブルタッチキックフェイントでこのコースへ決め込む。サイドバックでやっぱこの突破力ってなかなかね、生み出せないと思う。しかもやっぱクロスっていうおとりもあるんで、パスも上手い選手だから、そこも効いてたんじゃないかな、このアーノルドドリブル。ダブルタッチ新型アーノルド、誰にも読めないダブルタッチアーノルド。あー、絶好調。これはやばいぞ。複数得点狙いたいね。クロスをね、アーノルドで絶対に上げないというのがまた面白いところですよね。うわー、それうまい、そのタイミングで通すの。だけーかっか、よし。これをね、ルンミニゲがワンチャン勝ってたりした。で逆変えたい。そう、ここにアーノルドがいるんですよね。あ、すごっ。イエス、でこれで上げないっていうね。仕掛けます。そう、これを仕掛けてゴー、アーノルド。
まあ、クロスを上げさせまいとね、あそこは絶対に寄せてくると思う。で、ドリブルっていう予想は多分ないんで、ほぼアーノルドで対際のね、やっぱクロスがあるからこそ生きるこの戦法ですね。ブトゥマン、うわ、ルンメニゲ早っ、うわー、うわー、絶好調アーノルド早い、えぐるか。足裏ダブルタッチのモーションが出ましたね、今惜しかった。ルカクいるもんね。いや、うまい、危ねえ、うわー、ルカク、いける、で、パス、よし、オッケー、アーノルド。ここはね、ドリブルとパスの融合、このえぐりを、そう、いやー、アーノルド、すごい、すごい、そう、いやー、アーノルド、すごい、すごい、ダブルタッチ、アーノルドは間違っていなかったんだ。これが新たなアーノルドの形です。やばいね。イエス。まあ、絶好調っていうのもある。えぐる、えぐる。絶好調っていうのはありますね、やっぱ。さあ、すごい。ドリブルがもうなんか、サイドバックじゃないでしょ、もはや。抜き方がね、サイドバックじゃないもんね。前半でハットトリックした怪物です、彼は。サイドバックで前半でハットトリックって聞いたことないよ。いるのかな、サイドバックで前半でハットトリックした人。足裏、うわー、これなんか何が起こった今。うわー、嘘、ちょっと待って、うわー、やられたー、同点かー。あ、サイドバックでハットトリックという偉業を成し遂げました。圧巻はここですよね、ダブルタッチ。そして今いろんなドリブル、もう一個キックフェイント、左足、ラストはどんなねワールドを展開してくれるのか。おー、いいですね、好調。いやー、でも楽しいね、最高に楽しいですね、アーノルドダブルタッチ、いい、よし、オッケー、もうこの形ですね、鉄板。ここの鉄板の形が出来上がった。 100% 思うと思う、アーノルドでボール持ったらクロス来るって。そこで追い出クロス上げ出せまいと寄せてきた瞬間が狙い目なんだ、新たなアーノルドの形。うお、すもうドリブラーなってるよ、アーノルド完全に。来ました、来ました、これキック、あ、股抜きシュート決める、最強爆弾だねこれ。最強じゃない、本当このアーノルドやばいぞ。2対0アーノルド、2得点。正直ね、アーノルドダブルタッチつけたら強いんじゃないか説みたいなのね、唱えてたんですけど、ここまでね、やってくれるとは思ってませんでした。まあ、ドリブルがもちろんね、もともとからしっかり推進力とかスピードとかもある選手。で、ボディコンにオフェンスエンドとかも高いんで、強いんですけど、そこにダブルタッチが加わった瞬間も、すごかったね。改めてちょっと今までにない動画でしたけどね、楽しくできたんでよかったです。また視聴者のブブ、ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプレイプー。